ねえ、そう、それめっちゃびっくりした。ねえ、卒業発表しちゃったんだね。めっちゃびっくりした。ねえ、AKB だけじゃないんだね。ひななさんとかさ、今日波動で、今日からさ、端末ね、各チーム一個ずつこう配られて、それでコメント読めるようになったんだけど、そのコメントでなんかももちゃんがすごいびっくりしてて、なんだろうって、2人がなんか「え？」ってなってたから、そのコメントで多分発表した直後だったのかな、その時に。卒業っていうなんかコメントで知って、それでびっくりした。コメント見れるとか、あんな感じでコメントが見れるのを知らなかった。本番中、そう、あれ今日初めて見たよ。私エナジー投げたよ、ももちゃんとあれみたいに 自分が応援してる時にやって、でもあれさ、ずっとこうやってると自分の携帯いじってる態度悪い人に見えるなって、自分でこう、配信してる映像とさ、あとピョンピョンピョンって押せるやつとコメントがあの画面にこう映るじゃない、端末に。ラグがあるからさ、自分がこう打ってる瞬間のとか見えるんだけどさ、なんか態度悪い感じに見えるなって思いながら見てた。あれ良くないな。でもやっぱ見ないといけないから。そうそう、仕事中になんか 携帯見てるみたいな感じに見えちゃう、あれ。そうね 仕事中って。気にするから大丈夫。私そんな避けるのしゃがんだりそんなにしないから、いや、しゃがめーってね。あんまりしょうがないから、それに関して大丈夫だった。罰ゲーム、すごく嫌だった。なんか自分でもすごい珍しいんだけど、本当にすごく嫌だった めっちゃ嫌だった。珍しいよね、自分でも思った。違う、負けてない、負けてない。あれはさ、あの時に最下位になった人がやるの。でもなんか前回も振られた。本気で嫌だった私 いや、多分あれ全員分用意されてるんじゃない？わかんない、どこがね、負けちゃうとかわかんないから、ね、またまた、もうやだ、もうそのノリがもうやだ もうやだ。
メンチ合戦なんかもうああいうところに出るとさあなんかしなきゃなって思っちゃうすごく。じゃあ仕事してたっていうのやめてもらっていい仕事したっていうのやめて。ああ、うん。左目でウィンク？左でウィンクってやっぱなかなかしないね。全部やっぱ自分右利きだから全部右になっちゃうな。携帯はどっちも触ったりするけど、ウィンク左はライブで一回もやったことない気がする。右はね、やるかもだけど。左、本当に一回もやったことない。帰るときに飲み物が飲みたくなってね。そうでも小銭入れがなかなかバッグから見つからなくて、荷物少ないはずなのになんかあれって家に置いてきちゃったのかな。そう小銭入れだけなくて、でももちゃんがおごってくれたジュース美味しかった、感謝。なんかスイカとか使えないやつだった気がする。なんか番号あでもあるよね。それでも番号を押してポンポンってやって落ちてくるやつ。あでも電子マネーすごい使うけどその時なかった。ね眠そうな目してる。多分そういうメイクだからじゃないかな。今日まつげ上げてないの。今日チークも塗ってない。さっきすごい手抜けナチュラルにしたいなと思って。そう今日あんまメイクしない。そうしてない。アイシャドウもしてない。うんほぼほぼしてない。リップとマスカラ。うんお風呂上がりかと思った。うん、これからお風呂入る。あ、そう、ネイルすごい可愛いの。今日塗り直した。爪も今ね、すごい伸ばしてるから、めっちゃ女の子って感じの爪になって嬉しい。でもやっぱ家事とかやってると結構剥がれてきちゃうから、今日が一番綺麗な状態かも。可愛くない？女の子にしか共感してもらえないやつ みんなが無理して可愛いって似合ってるって言っててちょっと心が痛くなってきた。ありがとう男の子のみんなありがとう。これもつけてるよ。わあ一番嘘っぽい ずっとはなんかもう武道館の時とかもやりたかった気も行く時間がなくてすごいボロボロの状態ですって言ってた。半分ぐらいもうはげちゃってて色が。だから今日もしかしたら時間あるからできるかもと思って今日やった。足してないかな。
してもらうと、ああ自分でやったよ。自分でやったの。珍しい、私がこんなに爪を伸ばしているのって。ほらめっちゃ綺麗じゃない。今テンション上がってるの私だけ。チュルチュルー、やりーん、テンション上げ上げそういうキャラじゃない。何色なんだろうねこれ、分かんない。ピンク、ピンクとオレンジが混ざった感じなのかな。あ、いいな、カシスオレンジ。カシスオレンジっていう名前だったらいいのに。かわいい名前。男のネイル、私あんまり男の子がネイルしたの、いうの見たことないな。ピアス開けない主義？うん、絶対開けたくないなっていう気持ちでいる、私は。怖い。だから開けてる人すごいなって思う。昔は格差があった、売られているそのもののなんか可愛さとか。ピアスの方が可愛いのってるみたいな。もうどっちも作ってる人が結構、どっち用も作る。私ハンドメイドで結構買うことが多くて、そう、そういう人たちは結構イヤリングバージョンとかどっちも作ってくれるから、あんまりそれで最近、あーこっちの方が可愛いな、だから。何？直せばいいんだっけか。どこだ。分からん。あれ？戻った？ブチブチ切れる。うん、乗ったっぽいね。何？シブパラの青いマイク触った？なんだろう、青いマイク、わかんない。また止まった？切っちゃえばいいのかな。ちょっと一回止まるかも。あ、でもあと4分か。武道館の疲れは特になく。あうん、武道館の疲れは残ってないけど、でもシンプルに普通に波動で、そんなに、そう、なんかあの試合自体が疲れるとかじゃなくて、一連の流れが結構疲れたかも。持ち越してはないけど、普通にシンプルに今日やったことが、そうそうそう。
明日の収録は一人、あ、まあ、え、そう、まあ、AKB 的にって言ったら、あの事務所のあれなので、そう、他にメンバーはいないけど。そんなに朝早いってわけじゃないけど、お昼前に集合してって感じかな。波動は次いつ？もうないんじゃない？私は。おそらく。ない気がする。ありがとう。私旅行払ったことない。優勝したことないもん私。まず旅行頑張ってる海外自力で行くしか、ちっぴり行くしん。ゲームキングダム、私あのハッシュタグ見るのすごい好き。みんなたくさん実況してくれる。劇場僕の太陽公演覚えないと出られないな。でもすごい好きだから、あれ16になっちゃうのかな、どうなんだろうね。終わってまう、終わっちゃうのかなこれ、どうだろう、終わっちゃうか、奇跡起きないかな。終わる、おやすみ。